19世紀の彫刻家、ウジェーヌ・業務による、グラックス兄弟の像グラックス兄弟は、古代ローマのセンプロニウス氏族グラックス家に生まれた、兄弟、ティベリウス・センプロニウス・グラックスとガイウス・センプロニウス・グラックスの二人を指す。二人は共に、共和制ローマ末期、政治家として、ローマの改革に着手するが、元老院の反発に合失敗に終わる。詳細は、ティベリウス・グラックス及び、 ガイウスグラックスを参照兄弟の父親はダイグラックス、母親はコルネリアアフリカナ、姉にスキピオアエミリアヌスの妻、センプロニアがいる。グラックス家は血統的にはプレブスであるが、裕福で政治家としても有望な家柄であり、実質的にはノビレスと考えられる。ポエニ戦争などの戦役を通じてローマは領土を拡大していったが、 戦争の長期化に伴って農地は荒廃し、また植民都市からは安価な穀物が流入、加えて征服事業で得た奴隷を用いたパトリキの大土地、所有が拡大したことによって中小農民が没落していった。ローマ軍は一定の資産を持つ市民の徴兵によって成り立っていたが、中小農民の没落によって徴兵対象が減少してしまう。これは、 国防の低下に直結するため、やむを得ず、徴兵対象を、より資産の少ないものにまで拡大したが、それによって、一家の働き手を取られた中小農民はますます、没落し、また、資産のないものから徴兵された、ローマの軍団員は著しく質が低下していった。詳細は、ティベリウス・グラックス・を参照ティベリウスは、紀元前133年に、五民館に就任し、 ラティフンディウムによる公有地の占有を制限することで、無産市民に土地を再分配し、自作農を創出することを目指した。しかしこれはラティフンディウムによって利益を得ていたパトリキが多数を占める、元老院議員の反発を招く。ティベリウスは法案を民会に提出し成立させたが、これは元老院を無視するやり方であり、元老院のさらなる反発を招いた。結果、 ティベリウスは暗殺されてしまう。詳細は、ガイウスグラックスを参照ガイウスは、紀元前123年に、五民間に就任した。穀物法を成立させて、貧民を救済するが、ラテン同盟士に対するローマ市民権交付をめぐって、元老院と対立し、セナトゥスコンスルトゥムウルティムムを出されて、自殺に追い込まれた。兄弟の死後、彼らの意志を継いで改革を目指す。 政治家は後を絶たず、それは、オプティマティスとポプラレスの対立につながっていく。兄弟の登場は、元老院を中心とする従来の体制の、機能不全が明白なものとなった。これにより、ローマ人同士が争う内乱の一世紀と、呼ばれる、混乱の時代の幕開けとなる。その意味で、兄弟は、ローマの歴史上、重要な役目を果たした。その後、ガイウスマリウスの軍政改革 そして、農地改革については、ガイウス・ユリウス・カエサルが、ユリウス農地法を成立させた。ありがとうございます。